いやそうだったかそうか <noise> この人誰なのお母さんでいいんだよね迎えに来る なんか、やむにやまれの事情があって一っときだけなんだそれ <laughs> できちゃった銀さん身,お身に覚えが若干あるんでしょ 自分を律する精神銀さん律…いやいや、そないでしょうどういうこと <laughs> 給料払わないからだよ私はもう疲れました <laughs> いや似すぎてるんだよ間違いなくただの子供なんだよね タイムスリップした未来の息子でも銀さん自身でもない <laughs> えあれは何やこんやえどういうことなのよ若干身に覚えがあるんでしょよく出で言ってたけどだからこの曲じゃねえんだよな <laughs> あの曲単体は好きなんですよオープニングもねあの映像好きなんだけど迷子になるのよ <laughs> えー、あの人は多分間違いなくお母さんだよね私はもう疲れましたって書いたくらいなんだからでも「ごめんね迎えに来る」って言ってたよね その流れであの文面はおかしくないあの紙を置いた人が別にいるとかいやでもそんなわけないよね誰なんだろうもう出てきたキャラの誰でもなかったよねで逃げてた なんんかお偉いさんできちゃったあなたの子ですって言うことにしたみたいな守ってもらいたくてにすぎてんだよねペンペンメンパーマ <laughs> おと瀬さん どういうこっちゃん <laughs> 明らかに親子だよ神楽はいいのうん、うん、そうこの目がうん 赤の他人ってのはちょっと無理があるなんか家族とかいない描かれてない範囲で「死んだはずの」とかさ「シルバージェイ・フォックス」銀 <laughs> 楽 ねえ神楽すごいいいそれああおしめ書いてあげるああいや出る人はいないやろ哺乳瓶えー、ええー、っいや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 とやくは出せんのかな <laughs> いや出ねえお前のは求めてない <laughs> お父さんなんなかやったことあんのいや生きてんだよ。いや、任せた方がいいんじゃないちょっと変なことにならんように。赤ちゃんだしね。ねすごい微笑ましい、これ。これも。<laughs> 受け入れ態勢ばっちり。 買ってきたのねえ神楽すごいいい <laughs> 神楽とお父さんが非常に満時ねえ銀さんちょっと話をえ連れてくの いやまだ捨ててはいねえよ銀さん <laughs> え。えやっぱお偉いさんのなんか関係ねえ誰がどう見ても。 誰がうまいこと言えとへえ今回限り多分終わるキャラというか子なんだろうってことは関係ないえ自分で歩いてんのえどど,どうなってんのそれどうおたえさんの反応は え,何何え、ええー、ちょっと話しようってえ、こっちに気づいてないのこんな時ばっか愛しああ一番やべえのが来ちまった。 まずいまずいまずい <laughs> そうだったかそうかねえ本当にちょっとかわいそう <laughs> ねさっちゃんと近藤さんはちょっと報われてほしいのよ一回だけでもいいから <laughs> いそれは間違いないけどな ハハハハええなに諦めないのえなに略奪愛 強すぎるこの子 <laughs> えっ、ー、収集がつかんねクリソツなのよそこが気になってしょうがないのよどうもちょっとこう考えちゃって <laughs> ちょっと入り込めんどういううんクリソツだよどう見てもてか赤いちゃん戻してないよね大丈夫だよね銀さん だだけだよねえどこ行っちゃったのあん。この子だったと思うだいぶいいとこのお嬢さん柱貨幣 大財閥ほうこんなんあったの孫うんあ 娘んんんちょっと待って今混乱してるぞうん何孫がいなくなってそれがあのあ子供でで娘んん娘じゃないのねでえうんうんうん普通に来たけど。 多分って言った。孫はこれ。え。何。何。何。この子が狙われてる。どうなってんだ。 ある女勘七郎はん<ぁ>うんちょっと事情聞かせてみろよようん 息子の嫁かうんお世話係とかじゃないでしょうやっぱ息子嫁じゃないあいや違うのか とりあえず部下ね銀さんが危ないなんかどっかの怪しい浪人とかじゃなくてねあ,あ守る いいやいやまずいでしょこれ守りながらてええてかちっとも泣かねえしええ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 えで僕とで受けられるんだよ お、なんか大物っぽいぞ誰お前あの人と同じ雇われてんのかなんか過去がありそう岡田 岡田伊蔵 <laughs> 何の話してんのこれね。<laughs> とりあえずあのじいちゃんとこねここね。ねどうでもいい。<laughs> なんか妙に汚れリアルだったしなんか <laughs> 作画力の使いどころ間違えてんだよ旦那様も裏でああヤいことおふさあの子あんな仕打ち どういうことなんでマダオえ何ここで雇われてんのあ新入りあ <laughs> 見たのそこまで見たの <laughs> ねえ何これ。 使用人ね、うん、旦那様とおふさね,ねちょっとあれカブラ いや点々としてるのね。<laughs> え、なんの格好？使用人か？潜入？二人で。 二人は調べに来たんだね普通に多分うんずら。行ったええどこに話しかけてんのな何してんの 分かりにくいボケすんなよ <laughs> 下に穴でも掘ってるんかと思ったわな空気穴的になっててさあやっぱやべえのこっちはこっちで情報を集める上位ーシ あ <laughs> 似てる意味が分からんのよなんで、うん、ここまで言うってことはもう赤の他人の空にじゃないでしょ 泣かないでしょこの子はもうだいぶ図太いだいぶ息んでるけどうん出たっぽいよああショーだったか あのおっさんの社長室にでも案内するえ何ロウ髪をむつ <laughs> おお<う笑>その話引っ張るの だいぶ不服装だけどこの子を連れ出したってことは無関係なんてことは絶対ないあの奥さんの方ねあの お母さんってのが一番考えられるけど<ん>あーやっぱそうじゃんやっとわかった 死なせだつだいまやっと納得できたこりゃやべえ助けんと。 色しあさっきのやつこいつ新しいエンディングにいたっけ まあ多分ここで終わる男じゃないだろう上位老士二蔵二蔵じゃなくて二蔵高杉とかと合流するかな やりすぎだよここにいても幸せになれんよあの子この財閥ぶっ潰さないといけないんじゃない続くおおあてっきり1話で終わらんのかったと思ったけど。 まあお母さんと一緒にいるのが一番いいでしょう。となるとやっぱあの財閥を潰す。おじいちゃん逮捕新選組に来てもらう、まあ、こんだけの大企業だもんな。よろずやがどうこうじゃ多分すまんわな。最終的には多分近藤さんたちも出張ってくる件になる。 結局なんで似てんのかわからないんだよねな何つったっけ名前お父さん亡くなったって今言ってたよね聞き間違いじゃなければその人と議員さんにいや関係ないだろ間違いなく種というかはその人のはずや 分からんあやっぱこれだよね,岡田二蔵ね <laughs> 次で型がつくかねアポなしで突撃した。 何今の天秤役なんだ、まあ、とりあえず銀さんが突撃して、えー、上位老士たちと戦って倒して、えー、最終的におじいちゃんが捕まってそっからだよね落ち着いた話聞けるのがお母さんからでなんで似ているのかとかもう明かしがまあ、多分た多分あるでしょ空にはないでしょで何かがあってえー、で最終的にはやっぱ返すよね そこで本当に銀さんに関わることがあるんだとしたら、えー、今回限りじゃなくてもしかしたらいつかなんか大きくなった時にでもちょっと再会なりなんなりいやでもだからそ,そのレベルになるとなんか違う気がするんだよなわかんねえ <laughs> うーんまあまあとりあえず続けてみますじゃあ次回えっと第52話「人に会う時はまずアポ」でお会いしましょうじゃあね